皆さん、こんにちは、つるぎです。はい、あれ、ボン皆さん、皆さん、お待たせしました。1ヶ月後振り返ろう、贅沢でーす。というわけで今回もやってまいりました大人気企画、贅沢デーということで、まあこちらの企画どういうものかと言いますと、1ヶ月に1回ね、その月にあったことを振り返りながら月食公開するという動画ですよ。なんと今回ですね、めでたい日でございます。何かと言いますと、なんとこの贅沢デー、始まってから、1年経過しましたー。もう1年も続いてます。だからもうほんと恒例企画なんですけど、まあ今日はいろいろ喋りながら、贅沢していこうということで、今回の贅沢品なんですけども、最近食べた中で、一番うまかった味噌ラーメンです。こちらなんですけども、味噌ラーメン専門店のお店、16というところの味噌ラーメンをトッピングとかも買ってきたんで、これ食べながら1ヶ月振り返ろうと思います。というわけでね、つべこべかべこべ言ってても1ヶ月は振り返れないということで、早速行きましょう。レッツー味噌ラーメン。味噌の。はい、というわけで収入公開謎にこの画角なんですけど、さっきチラッとしか見せなかったんですけど、しっかりね、盛り付けました。こちらパパーン。ちょっと、うまそうすぎない？さっきも言ったんですけど、僕が食べて人生で一番美味しかった味噌ラーメン。これをね、ちょっとテイクアウトで買ったんで、食べながら振り返っていきましょう。あっか、ほんまにうまそう。でね、味噌ラーメン専門店なんで、唐揚げも買ったんですけど、味噌唐揚げです、これ。というわけでちょっとまあいただきます。もう腹ペコペコなんで。それでは。もうやる？これ。まあまあ一応やるか。いただきまーす、マスター岡田。硬い評価。で、うん、うん。いただきます。すいません、本当に。ちょっと待って、これマジでテンション上がるわ、ほんで。マジか、もう。食べたかった、ずっと。いただきます。あ、いやいただきます。マジで日本一うまい。本当に美味しい。これね、16さんっていうところなんだけど、どうやら、チェーン店なのかな？なんか名前違うんだけど、同じメニューみたいな、なんかお店がいっぱい、フランチャイズ？なんか愛知にはいっぱいあるみたいで。マンゴー、珍しいのか見て。味噌ラーメンにポテト入ってんのやばくない？いや、ちょ、最強にうまいな、これ、おい。どうしよう？うん。これみんな見て。チャーシューやばくない？これ、最強やん。いただきます。うん、うん、もうダメ、うますぎ世界一。天才すぎるな、マジ、これ、開発した人。というわけでね、まあ、改めまして、収入効果1年経ちました。早い！もう12回やったってことだね、動画を。まあ、12回ね、バーンってやったわけだけど、おーってなるような月収なかったよね。ずっと横一線というか、下がってるというか。いや、なんか俺もさ、始めた当初は、10何万とかだったけど、今じゃ100何万で、みたいにやりたかったけど、まあ、今月の収益後で言うんですけど、悲惨。まあ、ある意味ね、YouTube のリアルをお届けできてるね、これね。まあでもコメントとかでもたまにいるけど、収入公開しか見てない人とかもいるから、まあ、ここはね、自分の表現の場として、これからも残していけたらなと思います。ただ今回で分かったと思うけど、サムネとかをね、ちょっと変えてみたんで、今回からね、ちょっといろいろ挑戦していこうかなと思います。というわけで今回はね、10月振り返っていくんですけど、マジで何も起きてないかもな。前半からカレンダーをね、パーって見てるんですけど、後半の方はね、僕が初めて、人生初めてのチェキ会やってみたりとか、いろんなね、挑戦したんですけども、前半の方、自分の予定表を見て話したいことは、脱毛しました。です。はい。ちょっとこれね、でも聞いてほしいんだけど、私ね、髭脱毛しまして、今もう、トゥルントゥルン何も生えてないんだけど、これ結論から言います。脱毛悩んでる男の子。今すぐやるべし！僕ね、後悔しました。本当に一回だけで、全然生えてこなくなったの、俺のは。で、めちゃくちゃ痛いの、その代わり。マジで、本当に、森なしで、普通に泣いてた。ピーってされながらもう涙出てたんだけど、でもそれでもう耐えてよかったなってくらい綺麗になって全然生えてこなくてめっちゃ嬉しい。なんか俺ビアオヒゲだったんよ。ちょっとだけ青ひげみたいな状態になってたから治ったのがね超嬉しい。あとなんだろうなぁ。あ、ちょっと皆さんあったわ10月。なんと私鶴にラップの大会優勝しました。これだよ。とある用事でね、東京に行ったんですけど、まあ、ラップ好きな人は知ってると思うけど、ランラインくんっていうね、もうすごい若手のラッパーさんが主催している、本当に誰でも出れるよ、みたいな大会があったんですけど、そこで私、優勝しました。もう俺、ラッパーになろうかな。で、まあ、みたいな発言してるけど、でも本当に、ラップ、中学生の頃から好きで、最初は本当バトルばっか、フリースタイルダンジョンとか見てたんだけど、ツルツル TV の元々メンバーにいた、イカリングって子が、ラッパーでラップやってて、で、出会ってからちょいちょい、プライベート、おふざけとかでやるようになって、
て、まあ、意外とやるのも楽しいなってなって、何個かね大会出たことあるんですけど、その時はねうまくいきましたね。最近見たことある人は見たことあると思うんだけど、 TikTok でね俺のラップが結構回ってるんですよ。伏見サイファーっていう名古屋でやってるラッパーが集まって、こうなんかバトルとかじゃなくてみんなで楽しんでラップしようぜみたいなサイファーっていうのがあるんですけど、僕名古屋に住んでるんですけど、名古屋の栄ってところでよくねマイク繋いでやってるんですよ。ストリートラップですわ。毎週土日にねやってて、僕もちょくちょく行ってるんですけど、そういう動画とかもね回り始めてて、じゃあ本当にねうわラップいけるやんとかそういう感じじゃなくて、本当にラップ好きだから、なんか嬉しいから、本当にお遊びじゃなくてこれからも本気で、まあ、バトルも出たいし、まあ、曲もね結構出したりしてるから、楽曲とかも作っていきたいなって思ってます。ん？あとそうだ。10月31日に新曲をリリースしました。まあ、僕ね、毎月ね、曲出そうと思ってて、今までっていうね、曲をリリースさせていただきました。まあ、この曲は、もう本当に YouTube やってて、まあ、今までに起きたこととか出会った人への感謝とか、まあ、いろんな感情でやってます。で、これはまぁちょっとレアな曲にしたいんで、各ストリーミング配信サイト限定の PV とか YouTube に上げてない状態のやつなので、よかったら皆さん聴いてみてください。いい歌でございます。なかなか10月そういえば楽しんでるな。ただまぁその分 YouTube はあんま出してないですね。最低。ちょっとね、もうずっと悩んでるんですけど、まあ、本当に今週末に、ちょっと新たな挑戦、また新たなスタイルの動画を。あれ何話してたっけ？そう、僕ね、年内、登録者ね、35万人目指してるんで、そのためにはね、やっぱ縦動画以外にも、横動画もちょっとね、見られないと、これ35万人きついと思うんで、ちょっと見られるような動画、結構ね、いろいろ考えてるんで、お目に知りおきようです。絶対35万人から見とこうということで、喋ってたらもう全然ねえわ、麺。ご飯を食べきりそうということは、お待たせいたしました。ゲスト公開みんなこれしか興味ない。これしか興味ないと思うんですけど、やりますね、今から、はい。最近ね、ほんとドラムロール長いっていうコメント多いから、ちょ、ほんとに短めに行きたいなと。ちょっと待って、これ、めっちゃ長くやらなきゃいけないくらいの振り作っちゃった。どうしよう。ほんとにもうマジで短めに行きます。2023年10月の月収は、84,350円。ほんまに短かったでしょ？ということなんですけども、まあ、84,350円ということで、一応言って先月の月収が20万くらいありましたと。普通に働いた方がいいね。まあ、普通に働いた方がいいんですけど、でも好きだから続けてるという。ちょ、これ内訳見よう。内訳くん見よう、内訳くん。ショート動画の収益が 44,900円ということで、だいぶ普段より下がってますね。まあ、ちょっと10月はショート確かにちょっと頑張れてなかったなっていう感じがします。で、今月は生放送してなくて、で、動画の収益が、なんと39,000円でございます。すごくない？これ態度悪いお店の動画が伸びまして、ほぼそれなんですけど、約4万円いただけたということで、ありがとうございます。これが重なって8万円だから、本当に態度悪い店行ってなかったら俺の人生どうなってた、ほんまに。ちょっとね、ショートが、はい、正直言うとちょっとサボっちゃいました。ちょっとね、また気を引き締めて頑張らないとなと思います。ということで、チャーシュー、うん、ごちそうさまでした。はい、というわけで10月どうだったでしょうか。まあ、いろんなことにね、挑戦しながら、YouTube をちょっとサボっちゃったみたいなね、もう本当に最低な男だと思います。ちょっと本当に35万人本当に行くから、もっといろいろ作戦練って、年末まで走り抜きたいと思います。まあ、今回8万円だったんですけど、今月はもっと頑張って、150万目指します。というわけで、鶴見が成功してほしいな、もっと頑張ってほしいなと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。というわけで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。